やっていこうと思います。前回でねホープが消えました。あのブーニベルゼからねもうお前は仕事したからいらんわって感じで消してられてしまったんですけれども、で代わりにねあのサティン2のモグリがいるっていうね。はい、何クポ何クポ、わーちょっと悲しいよな本当に。じゃあ最後、13日目ねがっつりやっていこうと思います。いよいよ最後の戦いクポ。そうだ、世界は最後の日を迎え、レテの禊が始まる。レテの禊が始まってしまうんですよ。人々が新たな世界に生まれ変わるための儀式だが、儀式をやればバニラは死ぬ。死んじゃうクポ、そんなのひどいクポ。あいつは利用されてるんだ。レテの禊なんて儀式をやらなくてもバニラには死者を救う力がある。もしかしてセラも助かるクポ。ああ、ホープの言葉を信じる。セラの望みを果たせ。そうすればあの子は帰ってくる。ホープはそう言ったんだ。とはいえ、儀式は神の意志とも言う。神に背いて禊を止めればセラの魂がどうなるか。それでもセラはためらわないクポ。自分が危なくても人を助けたいって望むクポ。そうだな、誰かの命がかかっていたら迷いもせずに飛び出して自分の身なんて考えない子だ。そう、姉妹そっくりクポ。だからライトニング様も心配クポ。大丈夫だ、また会える。セラを思ってセラが望むように戦おう。そうすればきっと帰ってくる。世界の終わりが始まります。最後の戦いに向かいますか。はい、最後のイベントですね。まああれかな、プレイ時間的にはサブイベントがね結構ストーリーがあってですね、それも含めればまあ私的には結構満足かなって感じですかね。まあ、中古で買ったから安かったっていうのもあるけど、はい、ゲームシステムはね難しいって言われてるのはまあ納得なんだけど、普通に私は好きっすよライトニングリターンズ。てか、13シリーズなんか、あれよね、やっぱり、ストーリーが分かりづらいっていう印象が先行しちゃってさ、全体的にちょっとね、評価落としちゃったのもったいないよな。キャラクターもいいし、扱う、世界観もいいし、ね、戦闘いいし、BGM いいしっていう、なんかもったいないよね。あとあれか、13の時の一本道のダンジョンも、あれも結構評価落としちゃった。余韻なのかな。さあ最後の日です。 The Final Day。 今こそ祈ろう。最後の地に集いし光の子らよ、終わりをもたらす解放の使いに、新たな天地をもたらす意図輝かしき神に。もう始まっているぞ。普通に怖いんだけど。この世界が終わる日ですね。になる。この世に生きるものすべてひとときの死を、みんなで新しい世界に生まれ変わるために今日はみんなで死んでくの。でも誰もが救われるわけじゃない。死を超えて生まれ変われるのは選ばれた命だけ。過去の死者たちの魂は過去と共に消されるだけ。こうした死者の魂は
生者の記憶とつながっている。生きている人たちの思い出となって語り継がれ、受け継がれてきたから、死んだ人たちの思いは残る。死者の魂が消えないのは、誰かが覚えているからで、誰もが死者の記憶を失ったら、忘れられた死者の魂は消えてなくなる。その逆もあるよ。死者の魂を消してしまえば、私たちの記憶が消える。死んだ人のことを思い出せなくなるのよ。そう、完全な忘却。過去を洗い落とすみそぎね。では救世院がレテのみそぎでやろうとしているのは、バニラの力で死者の魂を招き、浄化と称して消滅させる。そうすれば人々の心から悲しみの記憶が消える。なぜ過去を切り捨てるような真似を。魂が強く生まれ変わるためよ。新しい世界に生きる選ばれし者たちは、嘆きや憂いに惑わされない純粋無垢なる存在であれ。それが神様の計画ってわけ。バニラは知っているのか。全部は知らされてないわ。死者たちを苦しみから解放したい。ただそう願ってるのよ。このままレテの禊をやれば、人の記憶と死者の魂が両方消えるとも知らずに。いや、バニラも死ぬって、ね、お姉ちゃんが覚えていてくれたら、私たちきっとまた会える。私がどうなっても、消えてしまっても、だからお姉ちゃん、私を忘れないで。セラを忘れないためにも絶対に止めなきゃいけないですね。儀式が行われたらセラはどうなる。私はセラの記憶をなくし、あの子の魂も消えるのか。そうね、永久に失われる。わかった。大聖堂に切り込んで儀式を止める。なんで止めんだよ。何のつもりだ。行かないで。悪いが、他を頼ってくれ。みんなを連れて行かないで。え、これ、いいのか。私を一人にしないで。え、ルミナ、お前どうした。あ、消えちゃったんだけど。これ良かったんすかね、突き放しちゃって。今までね、ずっと不思議な行動ばっかりしてたんだけどな、ルミナは。バニラ、よし、気づいてくれ。忘却の儀式に救いはない。儀式ではなく、お前の力で魂を救えるんだ。でけえのか。あ、ま、お前には魂を未来に導く力がある。儀式が終わる前に大聖堂に乗り込む。これ倒せる。ほら、つまり久しぶりに会うか忘れてるな。魔法攻撃か。はい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 。出ないわ。ちょっと待って、でももう少し死にそう。
全身全霊で来い。てかなんか強いんだけど、ちょっと待って、敵強いんですけど。おー、よし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 、倒せた。強ー、なんだこいつ。オーバークロック使っちゃった。いらっしゃい。あ、道具変えんのマジで。ピー、あ、これ新しい衣装か。おー、ハイボルテージ、エリアブラストレベル3。いや、強いと思うんだけどさ、私の好みの服ではないんだよな。コロナだと？私はなんかね、大人っぽい服が好き。あ、ちょ、待って。ちょ、待って。おい、待って。おい、待って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 。雑貨屋さん、まあ、道具屋さんか。進みますかね。魔法屋さん、鍛冶屋さん。お、今どこにいんの？ここにいんのか。なんか宝箱あるみたいだけど、あ、ないかな。どうだろう。あ、いいや、行こう。ちょ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 、敵と敵対しとうない、敵対しとうないんじゃ。何人たりとも通すらと仰せつかっている。聖なる儀式を妨げる者を誰であろうと打ち果たす。やめておけ。邪魔をすれば死ぬことになる。望むお前死にてんのか。世の終わり来たりして今誰が死を恐れようか。痛い思いして死ぬの嫌じゃない？終末の日、神に命を捧げよう。死は恵みなり。死は恵みなり。ん？あ、やるんすか。お前は敵だ。物理魔法。はい。いや、まだ完全に回復はしてないですが。え、で。あい、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 あい。いで。あい、あい、あい。いで。とりあえず一体やりたい。おお、よしよしよし。チャンス。オッケー。あー、よしよし。一体倒したから、まあ。防御のタイミングがな、難しいんよな。はい、はい。オーバークロック使うか。あ、ない、ぶ、え、来いよ。来ないのかい。あれ？なんか増えてない？え、2人とかじゃなかったっけ？サンドラ聞くな。終わり。オッケー。ふう。お、ムーブスイープレベル3。ええやん。お開かれましたな。じゃ、この先でイベントかな。
ちょっと今回ここまでにしとくか、ちょっと短いかもしれんが、はい。じゃあ次回は、この先でイベントがあるみたいなので、やっていこうと思います。はい、ではお疲れ様でした。